チコメコアトルマリアベッキアーノ絵文書の白年、チコメコアトルは、チコモロチンともいい、アステカシ話に伝わる栄養及び法上の女神である。トウモロコシの神として崇拝されている剪定を取るとも近い関係にある。その名は、中央アメリカで一般に見られる260日の暦に由来し、七の蛇を意味する。別名としてチャルチュウシワトル、及び白年がある。後者は、 未成熟状態のトウモロコシの柔らかい緑の方を意味する。図像学的には、水の女神チャルチウトリクへと共通する点が多く、顔に短い線が描かれ、また大きな頭飾りをつけている。巨大な頭飾りは、アマカリと呼ばれ、チコメコアトルの最も目立つ特徴になっている。主にトウモロコシがチコメコアトルの象徴であり、手か背中に、 トウモロコシの方を持った姿で描かれることが多い。花を運ぶ若い女性、太陽を盾として使用する母、死をもたらす女性としても描かれている。ありがとうございます。